内在筋と外在筋の説明をさせていただきます。指には手関節、手の関節を通る筋と、手関節よりも指先の方から始まって指先で終わる筋の内在筋があります。指を曲げたり伸ばしたりする外在筋には大きく内下から始まって、内側上下ですね、ここら辺から始まりまして、指を曲げる筋、指先まで行く筋と、ほぼここら辺から始まって、これの指を伸ばす筋ですけれども、ずっとこちらに行く外在筋があります。手関節、手の関節よりも外から始まって中に終わるというのが外在筋と言います。手関節よりも指先の方の部分に位置して、ここは手になると思いますが、手の中から始まって中に終わる筋を内在筋と言います。今ちょうど働いている内在筋は MP 関節、握り拳の重要な働きをする関節、 IP 関節、通常第一関節、第二関節、第三関節と言いますが、今第三関節を屈曲位に曲げて第一、第二関節を伸ばしている働きをする内在筋が働いています。このような手の中に始まって手の中に終わる筋と、手の外から来る、発生して手の中で終わる筋、これらが強調して働く必要性があります。手関節、手の関節の動きと第一、第二、第三関節、これらの動きが強調されて手は動かなければいけません。これらが発達するのが4歳から5歳になります。それまで関節の可動域はしっかりと確保しておく必要性があります。という